はい、第二千代以上さんの銀鱗紅白搭載サイズ19センチです。お願いします。はい、新潟の第二千代以上さんの銀鱗紅白です。パッと見た時にあれ間違ってるんじゃないかなというような感じがしますか。大日大城さんの銀鱗紅白ですね。こちらは、オークション時にですね仕入れてきた一匹です。非常にこの銀鱗がですねまた出来が良く、銀も綺麗に、上から下まで綺麗に並んだ銀がですね出ているのが特徴です。結構どの鯉もですね、非常に銀も良く、また体つきもいいのがたくさんできております。その中でもですね、厳選してこちらまず模様が良く、そしてもちろん銀鱗なので銀の吹きも良くですね、将来有望な今すぐでも使えるような品評会用のやつを厳選してこちら1本選びました。もう写真とかでは銀が分かりづらいってよく言われますけども、こちらの鯉は映像でもこのギラギラしたのがよく目立ってくれると思います。このもう鱗がですねにも全部に銀が乗っております。背びれのところも分かりますよね。時々この銀がないようなところもあるかもしれませんが、この鯉に限ってはですね上から下まで綺麗に並んでおります。はい、掴みます。この銀のギラギラしたところがいいですね。はい、お腹の側線までしっかり銀が出ております。よし、はい、お腹です。ちょっと元気が良かったです。このベニーのところも銀が綺麗に並んでいるのがよくわかりますね。はい、非常に銀の吹きがいい鯉ですね。そうですね。なので、東京大会以外の若鯉大会や国際養鯉などでもですね、そういったところでも使えると思いますし、今後大きくしていただいて遊んでいただいてもいいと思います。はい。本当に体つきもいい鯉なんですね。はい、大きくなりそうだと思いますよ、こちら。はい、最後入れたいと思います。はい、いかがでしょう。こちら大日王子城さんの銀鱗紅白、サイズの方が19センチです。ぜひよろしくお願いいたします。